おい、濡れたまま人のベッドに。学校自体嫌になりそう。金井先生のことなら諦める？絶対諦めない。けど。けど？初めはなんとなくふざけただけだった。びっくりした。嘘、全然わかんないよ。寂しいの？麦は寂しくないの。多分その時同じこと考えていたと思う。私も声我慢しなきゃ。私としてるって思われたくない。